第36話深夜ドライビング、イエーイ、ドライブドライブあーいいですね。皆さんこんばんは、寝れない部屋のラジオです。この感じデジャブだなって思った人どのぐらいいるかな。かなりコアな方々かなと思うんですけど、そうなんです。実はですね、今回車内からお送りしていまして、今ね、あのとあるとこに向かってるんだけど、あのどこに行ってるかっていうのはちょっと内緒でこの後発表するのでお楽しみにしててください。早速ですが現在の日時発表したいと思います。9月5日火曜日の24時です。あれあれはい、そうなんですよ。あのアップ予定はですね、水曜日の夜なので、アップの前日にね撮ってるんですね。まあそうで、しかも定時から2日後なんですけどね。はい、すいません毎週言ってる決まり文句になってるね。よくないよ。なんでこうなった？ちょっと自分たちにも分かんないよ。もう。で、今ね、あの火曜日と言いましたが、そう、あの火曜日はね、川島さんが9時から11時まで生放送なもんで、それ終わりでね、こちらのラジオを録音してますが、そしてドライブしてるっていうね。ラジオ終わってすぐに家に帰さずに私が機材を持って集合して今に至ります。とってもハードですね。私がハードにさせてる節はあるけど。今で、前回はゲストに知らない星主催の助川佐和子さんが来てくれました。ありがとうございます。沢ちゃん忙しい中、はい、お誕生日もお祝いしましたけれども、沢ちゃんがね、その演出を務めた、あるいはエナメルの目を持つ乙女プロデュース第1幕フローズンビーチという公演が、つい昨日かな今日かな終わりまして、私たちもねちょっと見に行きましたよ。はい、2人別々でね、ちょっとスケジュール合わずに1人で見に行ったんだけど、いやまあすごかった。もともとその女の人の4人芝居っていう情報しか私はなくって、で既存劇なんですよ。そのケラリーノ・サンドロビッチさんっていう作家さんが書かれた戯曲で、それを、まあ、新たな、ね、形でお送りしようっていうことでプロデュース公演だったんだけど、その演出をね沢ちゃんが担当してて、いや本当演出しがいがある、あの女のなんかドロドロな部分とかそういうのをいっぱい詰め込まれた、めちゃめちゃ面白かったですね。でその帰りにね一人だったから感想を言えなくてね、うずうずしたっていうね。で川島さんもね、芝居してって、演劇やりてって言ってました。本当に最近の口癖だし、もう川島さんは一人で 見に行った後にね、夜一人飲みしに行くっていうね、いても立ってもいられず、なんか酒飲みたくなっちゃったっつってね、うずうずして言ってましたよ。あ、そう、美術、舞台美術がねすごかったですよ。なんかそんなに劇場広くないんだけど、もう端から端まで別荘地をこう表現してて、別荘地っていうかその別荘自体のね建物がちゃんとバルコニーもついてて、そこに出れたりするし、どうなってんのと思って裏実はその劇場で一回舞台出たことがあったから、その広さとかをちょっと体感してる身からして、裏どうなっとんねんっていう感じの美術で、そこもびっくりしましたね。見れなかった方、配信あんのかな、なので、ぜひちょっと見てみてくださいよ。はい、気になった方はチェックしてください。
まあそんな感じで最近の私たちは舞台見たりだとか、あとは、土曜日に久々にね、なんか飲み会っぽい感じの飲み会をした気がしますな。私と川島さんと、あと前回公演に出てくれた主演の佐野くんことマックス時と、あとおなじみになりつつある荻野くんことシャンって呼んでるんだけど、とあとミシャムーソ何回名前出てくんだっていうね、と5人で、飲みましたね。でそう、その日私フローズンビーチ見終わった後に合流したから、ちょっとホクホクの状態でね、こうあの集合したらみんなもうベロベロになってるっていうね、うん、めっちゃ楽しかったけどね。カラオケも行ったしね。でシャンもまあ後から来たんだけど、稽古終わりか何かでみんな忙しい中ね集まってくれて、川島さんもね楽しかったみたいで、盛大に久々の大ゲロ大ゲロをね披露してましたね、私の前でマジで川島さんね、地獄のうめき声みたいな声でね出すのよ。そんな何出してんのっていう、そんなあなた食べてないでしょっていうねぐらい本当に心配になる感じの、もう黒部ダム声、そうね、自分でも思うんだもう、うん、もう出ないでしょから、うん、30秒ぐらいさらに出るからさ。あ、そう、なんか恐ろしいよ。しかもそれ2回目なんだよねそうそうそう、第2回戦なのよそれ1回戦目も終わってるって知ってるからさ、もう出ないと思うじゃん、もう怖いんだよ、だから本当に、はい、ちょっとね、まあでも楽しかったからいっか、うん、それに尽きるもうしょうがないもうね、これは何回注意しても多分治らないね、うん、今後もね付き合っていくんだ私はこの大ゲロにはい、そんな感じの私たちでございます。相変わらず、はい、お酒に飲まれてますでは、ちょっと長くなっちゃったのでこの辺でね、番組の説明参りますよ。この番組は東京電撃をやってる劇団寝れない部屋がお送りする DIY 型ラジオ番組です。今喋ってるのが寝れない部屋で共同主催をしているコピティウスと申します。共同ということでもう一人川島さんという主催がいますが、今運転してくれてます、この番組は私の一人喋りでお送りしています。なお設定上は昭和感あふれるアパートの一室から普段はお送りしていますが、今回はですね、昭和感あふれるクソボロい車でドライブしながらお送りしております。まあ走るからいいんじゃないボロいけど、うんうん、昭和のね CM で流れてくるような車と思ってもらえたらいいな。わかんない、ね、セダンだっけ、なんだっけ、あれはいい車か、車に疎いからこういう時困っちゃうな、うん、そう、たまにね昭和の CM 見ちゃうよね、なんかね、うん、あ、ちょっと早速なんですけどメール届いてるからちょっと読みますよ。ああ、ちょっと大丈夫、読みます。愛知県こげまるさん、いつもありがとうございます。コピティウスさんこんばんは。こんばんは。狂っても恋の、あ、予告動画見ました。そうですよ、狂っても恋の予告動画今アップしてますからね、皆さんお願いしますよ。私の感想はタイトルからしても純粋なラブストーリーではないと思いましたが、でも狂おしいほど愛すってことは逆に純粋なのかもしれない。でもやっぱり驚異的な愛なのか。動画は過去に遡って映し出される文言のインパクトと音楽はサスペンスミステリーを感じ、ランダムに映し出される風景はなんだか怖いと感じました。突然客席から現れたりテレビから出てきそうです。何が怖いな。これは謎が深まるばかり、思わず考察したくなりました、というメールでした。ありがとうございます。やっぱ怖いよねそれは私も同意見、うん、でも突然客席から現れたりテレビから出てきそうって、なんか本当にホラーじゃん。そういうこともあるかもしれないよ。でもね、まだわかんないですから、演出でね、
逆にねこのこげまるさんのメールによって取り入れられるかもしれないそういう演出が、うん、なのでちょっとこげまるさんぜひちょっとスケジュールね開けて見に来てくださいよ。早いかまだこういうの言うのそうでまだ見てない皆さんどうなってるんですか。ちょっとあのねえ感想メールだけでいいよもう逆に今はあのさちょっとさなんか感じたこととかさあるじゃん。ないあるよね、うん、それを一言でもいいから送って本当に読んじゃうから、うん、お願いします。見てほしいとりあえず。はい、ありがとうございますこげまるさん。生かされてますこげまるさんに私たちはということで、今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、ではドライブしつつにはなりますが本日の1曲目に参りましょう。はい、こちら、最近はいかけております。先ほども言いましたけど予告動画でも流れる曲ですね、寝れない部屋フューチャリングあゆで狂っても恋のテーマ。お送りした曲は寝れない部屋フューチャリングあゆで狂っても恋のテーマでした。寝れない部屋のラジオ、この番組は以上スポンサーゼロでお送りします。寝れない部屋のラジオ、寝れない部屋のラジオ、寝れない部屋共同主催のコピティウスがお送りしています。はい、引き続き社内からお送りしますがフリートークゾーンです。まあもう9月の5日なんだね。早いな、夏終わりじゃん。終わりじゃないかまだまだまだやってないこともあるしな、花火とか。でももう言いつつちょっと振り返っちゃうな、やっぱり8月終わると。まあ、大風邪ひいたり1週間寝てね、寝込んでもうあったけど、夏フェス2個も行ったし、すごいライブ付いた夏だったなって思ったんだけど、実はそんな私の夏8月締めでね、うん、8月29日にね火曜日アド全国ツアー2023 MERS in 日報武道館に行ってきたんですよ。いいでしょあのいつめんといつめんって言葉何回言ったんだろうな本当に。なんだけどあの火曜日って言ったじゃん今。そう、火曜日川島さん夜生放送があるから行けなくって、一面の3人で行ってきて、その落合さんと役者の男の子 A 君とね3人で仕事をちょっと早上がりしてね、九段下で集合して行ったんだけど、まああの実はですね、私アドちゃんの楽曲を隅から隅までね知ってる2ではないんですよね。うんじゃあなんで消えたんだよっていう話なんだけど、落合さんがねあのとっても彼女の大ファンで、もうなんならそのねよく落合さん家集まる話するけどさ、落合さん家行くとさもう必ずと言っていいほどアドちゃんが流れてるわけよ。
なんかうちらにとってのもうアドちゃんの宣伝隊長みたいなさ感じでさ割とあの教えてもらった楽曲多いかもしれない。落合さんにこの曲知ってるコピちゃんみたいな感じで聞かせてもらったりとかしてて、でそんなね落合さんがなんとね VIP 席めちゃめちゃいい席をね取ってくれて、アリーナ席っていうんですかね、いわゆる。で日本武道館 の、 あの座席って当日ちょっと行ってみないとわからないんですよね、円形だから会場が。で行ってみたらさ、B ブロックっていうねチケットだったんだけど、 A ブロックが一番前なのよ、ブロックが。でその次だからさ割と前で、すごい近いじゃんと思って、ハドちゃんめっちゃ見えるじゃん、まあ、シルエットだけどと思いながらしかもあのセンター寄りで、わもう最初にね私そのセンター寄りの席座ったのよ。そしたらもうこれはちょっと落合さんと、ここ座ってみっつって、いやいいよコフィちゃん、あのアド初めてのライブなんだから真ん中座んなよって言うんだけど、いやいや待って待って待ってと、ちょっともうこの3席だけど絶対こっちで寄り座った方がいいからっつって、無理やり座らせたらさ、めちゃめちゃ真ん中だって言ってさすごいテンション上がってて、うん、ほらなと思いながら。でその落合さんが一番真ん中寄りに座って、でその隣 A 君座って、で最後私座ってさ、でまあ今か今かと多分50分前ぐらいにあの席入っちゃったんだけどさ、待ってたらさ落合さんがあのこれみんなに貸すからっつって、あの今までのねあのアドちゃんのライブで仕入れたペンライトと、あと今回のね公演のペンライト、あの一公演で一本ずつしかなんかね一人一本しか買えないらしくて、でそれを貸してくれたのよ一個ずつ。まあみんなデザイン違うんだけど、で、まあ、形状は一緒でさ、ペンライトって言ってもなんかペンになんと手持ちのね持ち手の上にドーム型のね透明な丸い球体がついてて、その中にねバラがあって、でそのバラが光るんですよっていう、ちょっと魔法のステッキ仕様な感じの綺麗なね7色にねボタンを押すとね変化するんだけど、いうのを貸してくれて、ありがとうっつって、うん、何もそのなんていうのアドちゃんの舞台のいろはを知らない身からしたらすごい心強いアイテムだったんだけど、で今か今かと待ってたらちょっと周りもねちらほら埋まってきてさ、席なんかみんなさやっぱアド武装してるんだよね。そうアドちゃんのグッズでも武装がすごいのよ、ガチガチに固めてんのよ。だってVIP席だからさ、そりゃそうなんだけどさ、もうファン、もうめちゃめちゃファンの人が多分集合してるんでそこに。でもどんどんそのさ、武装集団が集まってくるからさ、と思って、怖い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 と思って、私たち丸腰やんと思って、この魔法のスティッキでこいつらと戦わなきゃいけないのって思いながら、これはあかんって思ったのか、実はその、なんで早く行ったかっていうと、ちょっとだけね、グッズのね、ところを詮索して、見てたんですよ。でそこで1人5回目で回せるガチャガチャがあって、それをやったわけよ1人1回ね。そしたら私と落合さんはステッカーが出たのアドので、 A 君はネックストラップが出てさ、自分も欲しいって言ってたんだけど、でそれをね A 君がすかさずね、これはいけねえと思ったのか首にぶら下げ始めて武装し始めたのよ、手元にあるアドグッズで。でも私もさ、と思って、私もなんかしなきゃと思って、そうだと思って、実は落合さんが私の誕生日にね、この今回のツアー T シャツを買っといてくれたんですよ。でそれ送ってくれて、贈り物としてねプレゼントとしてもらってたで、それ持ってきてたから今だと思って、もうビリビリビリって放送しやめて上 T シャツの上から着出して武装し、ここもこれで大丈夫だろうみたいな、とりあえず鎧一枚羽織ったからみたいな感じででも本当にもう周りの人たちすごくて、髪留めとかもさ出してるからさ、グッズで男の子とかも髪長い子とかそれで固定してるわけよ、決めてるわけよちゃんと。でもうとりあえずね楽しむしかないと心に決めた時に、前の列の4席ね空いてたのよずっと。
で始まるちょっと前ぐらいにやっと来てさ、仲良し4人組の男の子が若めのね来て、でその子たちもねもうすごい全身アドちゃんで、でもちょっとね控えめな感じ、うん、なんか静かめな感じで、あいいじゃんと思って、推しをねちゃんとこう応援してるっていうの素敵だなって思いながらいたらさ、電気消えて始まってアドちゃん出てきてさ、音楽鳴った瞬間にさ前の4人がブエーって言い出して、えーってちょっと引いちゃって、それになんならさそのもう、あもう私このステッキで戦わなきゃいけないのにと思いながら見てたら、そのおばちゃん乗りなのよ私はさ、わかんないからさ、慣れてないからわいわいみたいな感じでステッキで頑張って乗ってたんだけど、前の子たちはさステッキ一応持ってるんだけど持ってない方の手がすごかったから、もうすごい掲げてたからわーっつって、いやすごいなーって思いながら、でもアドちゃんめちゃめちゃ可愛かった、本当に可愛かった、やっぱ顔出ししてないからシルエットなんだけど、もう長い髪をポニーテールにしてパンツスタイル でめちゃめちゃ動くのよあの子、歌いながらで歌もすごいアレンジ聞かせてて、もう生の迫力が凄まじくて、もう一撃ですよ、もうアドちゃんにやられましたよ本当、周りにってより。で落合さんもねパッて見たらね、もうすごい目キラキラしててさ、あよかったねとか思いながら見てて、で、うん、すごい堪能したんだけど、なんかやっぱアドちゃん20歳なんですよね、そう若いのよ、で寝れない部屋もさまあそのぐらいの年齢の子が出てくれるんだけど、そういう時ってそのうまくさお芝居できた時とか、あよかったねとかさ、だってなんかお母さんになっちゃうの私、なんかそれが出てきちゃって、その時にライブ見てる時にアドちゃんに対してさ、あなたこんなに若いのによく頑張ってるねと思いながらさ、ちょっとさ涙ぐんじゃってさもうなんか母性をもうすごい出てきちゃって、もうとかやってるうちに実は今回のツアーでカバー曲をねやってくれるんだよアドちゃんはって落合さんに教えてもらってたんだけど、何曲かあってレパートリーが、その中のね1曲TK from 凛としてしぐれのねアンラベルっていう曲をね歌ってたんだよつって、でそれ川島さんめちゃめちゃ好きなのよ凛としてしぐれ TK がね、でいやこれ聞けたらいいなと思いつつも川島さんいないしなっていうねなんか嫁心じゃないですけど、 別にねその、まあ、他の曲でも私は満足できるしと思いながらさいたらさ歌ってさ、すっごいよかった。でも思わずね、なんで川島おらんねんと思ってここに、で時計見ちゃったもん私、今だったら本当は間に合ったんじゃないのとか思いながら、7時5分ぐらいだったんだけど、ちょっとギリギリ過ぎたんだけど、それはもう本当にそのぐらい、もう見てほしかったと思うぐらいめちゃめちゃ素晴らしかったですね。はい、すごいムスッとしてる隣でケッて言ってたけど、そうで、あもう最高だぜとか思いながらもう続いてね見てたら、夜のピエロっていうアドちゃんの曲があるんだけど、それ流れた瞬間にさ、前にいた一人の男の子がさ下向き出してさ、えどうしたと思って、気持ち悪くなった、なんだマジで心配してたら肩揺れ出してすごい泣き出して、もう大号泣なのそれが、えと思って、でもさ隣のさ友達もすごい肩をさこうよしよしみたいな感じでさやるぐらいもうすごい泣いちゃって、えと思って、今までめちゃめちゃ元気だったじゃんって思いながら、でしかもその泣いてる時にさアドちゃんすごいエビ反りしてるよと思いながら、見て今見てあげてと思ったんだけど、いやもうすごいから泣き方が、この子この夜のピエロっていう風にめちゃめちゃ思い入れあるんだなって
なんか若いからさ、まだ大学生ぐらいだと思うんだ。だからなんか受験中とかにアドちゃんのアルバム聴いてたのかなと思って。でそれで夜のピエロ流れてた時はさ、その子が一番夜のピエロ好きだからさ、あもうこの曲の時だけは休憩しようって。でベッドに横になってってさ、あ3時間ぶっ続けで勉強して頑張ったな俺とか思いながらいたらさ、短短くないよぶっ続けだったら。部屋の扉バーンって開いてさ、お母さん入ってきてさ、あじゃ何寝てんのよって言われて、受験勉強しなさいよ、何やってんのみたいな、育てたら受かるまま受かんないわよとか言われてさ、うるせえなやってんだよ俺だって頑張ってんだよ今休憩してんだよとか言いながらさやってさ、はあ悔しかっただろうなと思って、お母さんにそんなこと言われて、挙句の果てにさ大学落ちてさ、もう何なんだよって思って、いや母親が正しいのかよとか思ったんだけどさ、3時間しか勉強してない横からうるさいな、ちゃんと受験勉強した人私受験ちゃんと受験勉強してない組だからさ、でさだけどね、今俺はこうして本物のアドちゃんの生声で夜のピエロ聞けてるんじゃないかと、その涙もあるんじゃないかと思って、だから悔し泣きからの嬉し泣きみたいなさ、なんかもう自分の高校受験のこととか思い出したりとかしてさ、もうその子の泣きっぷりとか見ても本当にさもらい泣きしちゃってここだけの話ですよ本当に。もうちょっと今ね思い出しても泣きそうなんだけど、やばいやばい、っていうあって、でも終わった後にねライブ、やっぱ2人もさその子が泣いてたの見てたわけよ。で、あの子さ夜のピエロでめちゃめちゃ泣いてたよねって言った時に、私さもらい泣きしたって言えなくて、ねーっつってなんか恥ずかしくなっちゃって、すごい泣いてたよねって言ってっていう話をね、まあ、土産話で川島さんにもねしたの。したら、まあ、川島さんが考えをね教えてくれて、その子は多分受験まあ受験かもしんないけど、俺的にはまあ、好きな女の子がいて、その女の子とよくカラオケに行ってたと。でそのカラオケでその子がよく歌ってたのが夜のピエロで、で、まあ、意を決してねちょっとある日告白したのその子に。そしたらその子には彼氏がいて、であっけなく振られて、ですごい落ち込んじゃってその子が。でそれをね見かねた友達がね、そう今度アドのライブツアーあるぜっつって、俺チケット取ったからさって、みんなで行こうぜっつって、で行ったらさ夜のピエロ歌ってくれたんよアドが。おお大号泣だろっつってその涙だよその子はって言うんですけど、どうですかね、どっちだと思いますっていうね話をしたりとかして、まあでも結局は全部良かったね本当に。アドちゃんのライブ全曲良かったねって落合さんとよく言ってて、で、本当に川島くんも来れれば良かったのにねって言って、でなんならさそのまあ先週とかも話したけど、毎週日曜日にね、今だったらビバンをねみんなで集まって見るんですけど、その時とかにもね結局川島さんだけ行ってないから、他の3人でね盛り上がっちゃうわけですよすごい拗ねるのよね、あそうみたいなムスッとしてるから、だったらねもう行かなきゃダメだ、アドちゃんのライブ川島さんも、本当に行ってください。落合さんもねその川島さんのムスッとした顔を見てね、チケット取る気満々だからね、そんな感じの、はい、先週でした私はいやめっちゃめっちゃ喋ってしまった、ちょっと巻きで行こうと言っていたのに、はい、いやもうマジで見てほしかったなアンラベル。ということでなんとですねお待ちかねの目的地の発表、ここら辺でさせていただきたいと思います。目的地ラーメン屋です。つまんねー
いつもの俺ら。高田馬場の、なんていうお店だっけ、私が行きたいって言ったのに、お店の名前忘れちゃった。そのラーメン屋さん、家系のラーメン屋さんに今向かってもらってます。なんなら私のトークが長すぎて迂回してくれてます今。はい、なのでですね、次のゾーンはですね、私たちラーメン食べた後にお送りしたいと思いますので、お楽しみに。ではここで一曲お送りしましょう。寝れない部屋で脱衣。お送りした曲は寝れない部屋で脱衣でした。コピティウスです。ぶっちゃけ私そんなにおしゃべりなタイプじゃないんですよ。まあギチギチに台本書かれてるからやりますけど、寝れない部屋のラジオ。いやー、寝れない部屋のラジオですけども、はい、食べてきましたラーメン。いやー、ですね、先ほどお店の名前忘れちゃったってね、うっかりコピちゃんをやってしまいましたけど、お店の名前、めんたつ馬屋さんっていうラーメン屋さんでした。馬はひらがなですね。高田馬場までね、車を走らせたんですけど、まあ、学生街ですよね、高田馬場って。でもそんな感じで店内も結構ガヤガヤしてて、でも割とカウンターだけだったけど広かったよね。うん、し程よく人がいて、だけどまあいる人が元気みたいな感じで、うん、店員さんも活気あるし。で私頼んだのがね、普通のラーメンかなの波を頼みました。でそれにね、ほうれん草をトッピングして、で川島さんは特製ラーメン。特製って何が違うんだろうね。味は一緒かな。具が多分具材が多いんだよね。半熟卵とか海苔も多いのかな。海苔追加したんだ、さすが。とあとライスですね。ライスは1杯目無料で、2杯目から50円かかりますけど、川島さんはね、ライス注文してて、でそれを見てね、先にライスが届くのよ。でね、家系ってきゅうりのおしんこだったり、なんかそういう付け合わせみたいなのが置いてあるとこが多くて、それを乗せてね、川島さんがね、ちょっと食べ出すわけよラーメン食べる前にそう、それをねちょっと横目で見てて、あーライス美味しそうだなって思って、その場で悩んで、私もねちょっとラーメン見てからにしようかなと思って考えの、ライスもらうかね
で思ってたら着弾して、でちょっとその時のね音声を少しなんですけど撮ってきたのでお聞きください。どうぞ。うまはい、うまかったですうまかったし、まあ我慢できずに半ライスを私は追加しました。無料だしと思ってね。そしたら、まあ、案の定腹パンですよ最後はね。いやでも美味しかった。なんかさっきちょろっとね2人で言いましたけど、ちょっと学生街だからやっぱ若者向けの味付けというか結構こってり系で、川島さんがよく言うジャンキーな感じタイプの家系だなっておっしゃってましたよ。そうね、まあ麺は普通によくある太麺というか結構ストレート目の太麺で、中太かな、中太、あ、中太なんだあれは。そう、私割とその、まあ、川島さんに出会ってからラーメンをいっぱい食べ始めたんですけどそれまではね細麺派だったのよ。細麺で醤油あっさりみたいなラーメンが好きで、もう品そば的な。だけどもうこの人のせいで家系の魅力にはまり、二郎系も食べだし太麺なんとも思わなくなった、うん、なんならもうやっぱ食べ応えあるからうめえってなるね、もう最初の一口が。そう、美味しかった。ほうれん草はねちょっとねちょっと後悔したけどね多いなと思って、めちゃめちゃ持ってくれてたんだよね。すごい山盛りできてほうれん草、うん、写真撮ったんだけどさ、さっき、まあ、後々ねインスタとかにもあげますけど、でも私のインスタもねラーメンブログみたいになってるから、うん、いやもう美味しかった。その今日行ったその馬屋さん、なんで行きたかったかっていうと、その知り合いの人がねインスタに載せてたのよ、やっぱここだぜみたいな感じで、あここ、知らないと思って、しかも割と近いじゃんと思って、でいつかここ行きたいですって何の前触れもなく川島さんに LINE しといたことがあって、そしたら今日なんと行くことになったっていうね。いや美味しかったです、ありがとうございました。はいこのラーメンの感想を語るっていうまさかの川島さん的にはどうだったんですか。まあ私よりラーメン通じゃないですか。いやいやいやっていいですよ私はってまあでもさっき星何個かって聞いたら高評価でしたね、割と。まあ高評価いっぱいあるんだけどねって言ってたけど、高評価のお店いっぱいある中でもまあ割といいんじゃないかなみたいな感じだったんで、また行きたいです私は。はい、連れてってくださいはい、そんな感じでちょっとお近くの方はぜひ行ってみてください。でも好評だったらまたラーメン屋さん行きますわここの場面、ここのねゾーンがね、うん、ちょっとこの感想何もなかったら、あ、察してもうラーメン行かないかもしれない食ってる時のこと全く入ってない本当はもっと入れたかったんだけどね、ちょっとねお客さんが元気だったから、はい、ちょっとなかなかうまくいかないもんですねこういうのはね、はい、精進していきますよはい、ではここで一曲お送りしようかな。あ、なんと本日のラストの曲となりました。あ、この曲はもう何年前だあれ、そう、私が寝れない部屋を結成して初めて役者で出た時の舞台のね主題歌ですね、はい、それではお聴きください。寝れない部屋フューチャリングエミュータウンで近距離それは遠く。
お送りした曲は寝れない部屋フューチャリングミュータウンで近距離それは遠くでした。寝れない部屋のラジオ、寝れない部屋のラジオ、この番組は以上スポンサーゼロでお送りしました。YouTube にてお送りしてきました寝れない部屋のラジオ、エンディングのお時間です。前回沢ちゃんに出てもらって、その次がまさかの車の中からでの、放送となりましたが、ちょっとねおまわりさんの目を気にしつつマイクがさ赤く光るもんだからあの深夜のドライブにはね目立つのよ本当に。でもあの喋ってる時はねもうそれどころじゃなくて私、さっきもねあの横にいたんだよって言われたけど全然気づいてなかったぐらいね、あの真剣に取り組んでましたよ。ドライブの実はそう冒頭にもさデジャブ感じてる人いるかなって言ったけど2回目だよね、ドライブ録音、ドライブ中録音は。そうそうそう、あの車でねセミの声取ったりとかはあったけど、そうなんですよ。なのでまたちょっとね何かタイミングがあればこういう回があるかもしれないので、ドライブ好きな方はお楽しみにしててください。はい、美味しかったけどお腹いっぱいで今すごく眠いです。ではここで寝れない部屋からのお知らせです。次回公演狂っても来い、2024年5月2日木曜日から5月5日日曜日にかけて下北沢オフオフシアターにて上演です。予約終了時間の30分前です。カジュアルとバレるダセえ最初にボロい車で運転してるよとか言ったのに絶対違うじゃんってなっちゃうね。はい、気を取り直して、予告動画、予告映像のね第1弾もこのチャンネルで公開してるのでぜひぜひ見ていただき、そしてメールをあのどしどしお送りください。お待ちしてます。劇団ホームページでは過去作品の上演台本を販売中です。全公演あります。 BBU のグッズもあります。劇団員制作スタッフはオールウェイズ募集中です。そしてチャンネル登録高評価をお願いします。そして次回の放送にはまたまたゲストがいらっしゃいます。それがミシャムンソだ、ミシャムンソだだだだ、バッドバッドウルトラにね出演してくださったミシャムンソさん、はい、あのこういうお名前です、はい、何回かね寝れない部屋のラジオにお名前出てきてるのでね知ってる方も多いんじゃないかなと思います。コペティウス的にはミシャムーソはあの最高の人間と称しておりまして、川島的には、飲み友達なんですって。はい、そうですね、あの結構飲んでますよね一緒にね、だったり私がいない時とかもねあの飲んだりとか、すごく仲がいいですね。はい、でミシャムーソがね、出演する舞台がね間もなく上演となりますので、そちらの、あれです紹介とかもしていけたらなと思っています。泣かないで毒キノコちゃんの本公演ですね。カコちゃんの後悔という作品、この話もたっぷり伺いますので、どうぞどうぞ、あのミシャムーソファン必見なので、いやそっか見れないわ、必聴なので、まあでも写真も撮るからさサムネね楽しみにしててください。はい、背景いつも一緒だなってそういうこと言わないで、はい、ぜひぜひお楽しみにしててください。はい、で、今週の川島は実写版ワンピースを、エブリシングエブリウェアオールアットワンス、コンプソンズの配信を見て寝不足です。一個一個説明していきますねまず実写版ワンピースはですねネットフリックスで見れます。はい、あのこちらは映画じゃなくってドラマかな、全8話、私あの一緒に見出したんだけど4話でまだ止まってて、
でそのままずっと川島さんはあの寝ずにね、で朝私が起きたら全部見たわっつって、嘘だろうと思いながら、まあいつものことだなんて思っていたらですね、あのそのままあのここには書いてないけど他の映画も何本か見だし3本かそう見だし、さらにはそのアカデミー賞をね受賞したあの韓国どこだアジア系の映画ですアメリカの映画だアメリカか、えアメリカなんだ、あそういうことか、出てる方がアジア系ってことね、エブリシングエブリウェアオールアットワンス、エブエブ略してエブエブと言われているすごく有名な映画、私も見たいなって思ってたらね配信が始まって、で早速川島さんは見てめちゃめちゃ面白かったって言ってました。なのでコピちゃん見るのがいっぱいあるねと俺が見たのは全部見なきゃダメなんだよって宿題をね課せられました。で最後のあのコンプソンズの配信と言ったんですけど、コンプソンズっていう劇団があって、でそこの配信公演が9月末まで見れるっていうことで、私も まだ見てないんですけど、あの冒頭しか見てなくって、それもね見て、うん、さらにあの演劇やりてえ熱がね増したと言って、寝不足な川島さんです。激おもろだそうです。いやちょっと激おもろって言われちゃって見るの怖くなっちゃうね、うん、楽しみにしてます。今から見るのそんな感じですね。では、最後に番組のメールアドレスを紹介しておきましょう。番組への感想、お悩み、劇団への求人問い合わせなど、すべてのメールは寝れない部屋 @gmail.com、 nerenaihea@gmail.com です。アットマーク前は劇団名をローマ字で書いたゴリゴリのフリーアドレスでやらせてもらってます。なお寝れない部屋のホームページではどんなメールを募集しているのか一覧を掲載しているので、ぜひそちらをご覧ください。またもし感想を X でつぶやく際はハッシュタグ寝れない部屋のラジオをつけてポストしてください。1時間結構長かったな。ちょっと撮り直ししたしな。あー言わないではい、まあ、例のごとくねちょっとお叱り受けて撮り直しの部分もありつつなったんで、もう右手がマイク持ってる手がパンパンですわ本当に、はい、こんな過酷な状況ですが、まあ、楽しんでできたので、はい、これからも頑張ります、めげずによろしくお願いします。はい、ということで寝れない部屋のラジオ、ここまでのお相手は寝れない部屋共同主催のコピティウスでした。バイバイ。